2013年4月6日、福島県浪江町の小野田地区のお寺の前にいます。桜の花が咲き始めました。この場所の空間の放射線量は胸の高さで 7.97 マイクロシーベルトパーアワーです。草地の上に立っています。ST のエアカウンター振り切れています。福島第一原子力発電所からおよそ17キロの距離です。群馬大学の早川幸雄教授が作成した福島第一原発の放射能汚染地図です。浪江町は中濃度あるいは高濃度に汚染された色分けがされています。アスファルトの上では少し線量が下がります。石灯が倒れたままになっています。埃が溜まっている場所があります。黒い物質のようにも見えます。1メートルの高さで 15.78 マイクロシーベルトパーアワーです。1センチの距離に縮めてみます。59.73 です。先ほど直置きをしましたら線量計の調子が悪くなりましたので、今回は直置きしません。 86.09 マイクロシーベルトパーアワーです。ドイツの科学者の方が私のビデオを見てソイルサンプルを送ってほしいという依頼をしてきていますので、この塊を採取して送ろうと思います。恐ろしい土壌サンプルです。